こんにちは、未来です。皆さんは日本が開発したフッ素ナノチューブについてご存知でしょうか？フッ素ナノチューブは海水を淡水化するテクノロジーとして注目を集めています。世界人口が増加する中で飲料水などの水が不足する問題に直面すると言われています。地球上の水の多くは塩分を含む海水で、その割合は 97% を占めています。さらに残りの 3% の淡水も氷雪・氷河の形態で存在しており、人間が利用できる割合はわずか 0.01% しかないとされています。もしも地球上に豊富にある海水を淡水化することができれば、一気に水問題の解決へ近づくのです。今回は淡水化の分野で大きな進歩となるかもしれないフッ素ナノチューブにフォーカスしていきます。東大トリケン、水を通して塩を通さないフッ素ナノチューブを開発。東京大学大学院工学系研究科に所属する伊藤義光氏や、理化学研究所創発物性科学研究センター副センター長の相田拓三卓越教授らが所属するチームが、テフロン表面のように内壁がフッ素で密に覆われた内径 0.9 ナノメートルのナノチューブを超分子重合により開発しました。海水を淡水化にする際には現在では様々な方法が考案されています。一般に用いられている方法は多段フラッシュ法と逆浸透法です。多段フラッシュ法は海水を熱して蒸発させ、再び冷やして真水にするというものです。実用プラントでは多数の減圧室を組み合わせているので多段フラッシュ方式と呼ばれており、エネルギー資源に余裕のある中東の産油国に多く採用されています。熱源としては発電所の腹水や油性から上がってくる随伴ガスや生成時に発生するオフガスが利用されるケースが多く、製油所や火力発電所に併設される場合が多いです。例えばサウジアラビアなどはこの方法で大規模に真水の生産を行っています。例えば1981年に稼働したジェッタナンバー4プラントの生産水量は日量22万トンであり、2005年9月現在の世界最大のプラントは同鉱団がアシュベールに持つ日量100万トンのものです。これらのプラントから得た真水を工業用水や一般家庭用水の取水源としており、さらに余剰の淡水を農業用水としても利用しています。もう一つの方法が海水に圧力をかけて逆浸透膜を通して淡水化する逆浸透法です。ろ過膜の一種に通し、海水の塩分を濃縮して捨て淡水をこし出すもので、フラッシュ法よりエネルギー効率に優れている反面、 RO 膜が海水中の微生物や石質物で目詰まりしないよう入念に前処理する必要があること、整備にコストがかかることなどの難点があります。日本でも行われており、福岡市東区にある真水ピアでは日量5万トンの淡水化を行っています。実は日本は淡水化技術では世界トップクラスの位置にあります。日東工業、東洋坊、東レの3社が逆浸透に必要な RO 膜の技術で世界をリードしている状況です。日東工業製品の脱塩率は 99.75% を達成しており、他2社も同様の水準を達成しています。1960年代より海水を淡水化することはすでに考えられており、1961年にケネディ元アメリカ大統領は、海水から淡水を安く手に入れることができるようになれば、それは人類に長く豊かさをもたらすことになり、他のいかなる科学の業績もその前には小さなものにしか見えなくなると述べています。フッ素ナノチューブとは、フッ素ナノチューブはテフロン表面のように内壁がフッ素で密に覆われた内径 0.9 ナノメートルのナノチューブです。内側にフッ素原子が密に結合した大環状化合物を超分子重合と呼ばれる手法で一列に重ねることで、
内壁がテフロンのように密にフッ素で覆われたフッ素金ナノチューブを作り上げました。フッ素金ナノチューブのすごいところ、フッ素金ナノチューブのすごいところは、塩を通さないが水は通すという性質です。塩は通さず水を通すという2つの機能を同時に高いレベルで満たすことは極めて難しいとされ、この両方を満たす透過膜を作ることがこの分野の大きな研究テーマです。フッ素ナノチューブでは、密なフッ素表面が水分子の結合を切断し、同時に塩化物イオンの侵入を阻止するため、これまでにない圧倒的なスピードでの塩水の脱塩が可能となりました。この部分が最大の成果となります。一般にこの分野の研究では、アクアポリンと呼ばれる細胞膜の水を透過させるという特別な性質を持つタンパク質と同等の透過性能を目標としています。しかし今回のフッ素金ナノチューブは、アクアポリンの4500倍の透過性能を達成しました。こういった浸透膜の研究は盛んに行われてきましたが、これまで水透過ナノチューブを開発するための指針は常にアクアポリンでした。しかし今回の研究では、アクアポリンを真似るというコンセプトではなく、水を弾くテフロンのような内壁を持つナノチューブを作ったら、水はどのような透過挙動を示すだろうかという好奇心から発生したものです。何に使われる？やはり使用先としては海水の淡水化プラントです。アクアポリンの4500倍の効率を誇るフッ素ナノチューブを使用すれば、これまでとは比べ物にならない効率で淡水化することも可能となるかもしれません。まさにフッ素ナノチューブは次世代水処理膜として注目を集めることになりそうです。日本は幸せなことに、真水を手に入れることはそれほど難しい状況ではありません。確かに都市によっては降水量不足によって渇水に見舞われる都市もありますが、真水を手に入れやすい状況があります。しかし一方で世界では、特に砂漠地域では真水の確保は大きな課題となっています。降水による獲得が限られる砂漠地帯では、真水の獲得方法は地下水からの汲み上げが有力な手段ですが、地下水は有限の水資源であり、枯れてしまうことも考えられます。だからこそ、海水を淡水化して使用することがより行えるようになれば、水資源問題は大きく解決できるとされているのです。真水は人間の飲料水として使用されるだけでなく、農業で作物を育てるためには必須です。農業用水は大量かつ安定的な真水の供給が求められます。つまり海水の淡水化テクノロジーが進化すれば、それは食料問題にも大きく寄与することが考えられるのです。水資源研究所 WRI のカースティ・ジェンキンソン氏は、過去1世紀の水の消費は人口増加の倍のペースで増えているとコメントしています。さらに2007年から25年までの間に、水消費は開発途上国で 50%、 先進国で 18% 増える見込みとされています。ジェンキンソン氏は、誰がどのような水を必要としているのか、どこでどのようにすれば最も効果的に消費できるのかを考慮した総合的な水資源管理を生み出さなければならないと強調しています。このように、人類の継続的な発展のためには、真水資源の安定的な確保は重要なテクノロジーであり、日本がこのテクノロジーで高いレベルを持っていることは大きな意味を持ちそうです。今後はフッ素ナノチューブがどういった形で実用化されていくのか注目していきたいところです。まとめ。ここまで日本の研究グループが開発したフッ素ナノチューブについてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。フッ素ナノチューブは水資源の問題に大きく寄与しそうなテクノロジーであり、日本が国際社会の問題に大きく寄与できるテクノロジーであるとも言えます。もしかするとフッ素ナノチューブが戦略物資のような扱いを受ける可能性だって考えられます。今後の研究目標としては、大規模プラントで淡水化を行うためにフッ素ナノチューブを最適化していくという部分だと思います。
実用化するための最適化というところまでテクノロジーレベルを引き上げて、日本としては淡水化プラントを丸ごと輸出するといったビジネスも考えられます。世界の人口は増加しており、真水の確保と食料問題が発生することは目に見えています。こういった問題をテクノロジーの力で解決できるのか、人類の科学力が試されている時代に突入しています。そういった時代環境の中で、日本が開発したテクノロジーが活躍するシーンが見られれば、日本人としてはとても嬉しいですね。それでは最後に質問です。皆さんは日本の研究グループが開発したフッ素ナノチューブについてどのように思いますか？ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。